こんにちは、おクです。今日はね、めちゃくちゃおめでたいニュースがあったので、ちょっとこれはね、動画にしなきゃってことで、今回動画にさせていただいてるんですけど、ケプラ、初1位おめでとうございますということでですね、今日の M カウントダウンの方でケプラが初1位を取ったんですけど、いや、すごかった 今日は、えっと、1位候補がアイブとケプラの戦いっていうことで、どんな感じになるんだろうと思って見てたんですけど、もちろんケプラのステージめちゃめちゃ良かったんですけど、それ以上に、ちょっと最後のコメントとかだったりが本当に良くって、全員がね、喋ってたんですけど、もうすごいなんか1位が発表された時にわーってなって、で、ケプラがもうね、泣いてるメンバーもいましたよね。なんか、最初、イエソちゃんとか、みたいな感じで、やっぱりこの初1位って1回しかないものだし、 もちろんデビューしてね、1位を取れないグループっていうのもたっくさんいる中で、ケプラが1位取ったってことは本当にすごいことだと思いますので、次は多分地上波の1位を狙ってね、やっていくんじゃないかなって思うんですけど、最後ね、コメントを一人ずつしていたんですけど、その時に、マシロちゃんのね、コメントがすごい良かったなっていうふうに思って、スタッフさんとか周りにいるね、人たちへの感謝だったりとかも本当にすごかったですし、みんなね、ケプリアンへの感謝っていうのも伝えてて、もうなんか、あーって思ったんですけど、マシロちゃんのね、日本語でのありがとうございます。 っていうコメントも聞けたりとかあと、シャオティンちゃんの中国語でのコメントも聞けたりとかで、もともと他のアイドルグループにいるユジンちゃんだったりとか、デビューしたくてもなかなかね、デビューできなかったマシロちゃんだったり、他のメンバーも本当に練習生として色々過ごしてきたと思いますので、そんな中で、ここでね、1位取れたっていうのはめちゃめちゃ大きいことだったんじゃないかなって思って、あともう一つすごいなって思ったのが、あの、韓国の番組って1位を取ると、最後に、えっと、自分たちの曲がね、その1位取った曲が流れて、そこでなんかパフォーマンスっていうか、 感謝を伝えたりすることがで、きるんですよいろいろなね、グループがあって、そこで1位を取った曲を歌うグループもいますし、なんか面白いことやるグループもいますし、ひたすらなんかありがとうございますって言ってるグループもいるし、そこで公約をやるね、グループもいるし、本当にたくさんね、いろんな1位のステージのやり方があると思うんですけど、ケペラは生でね、わただ,だ歌ってたんですけど、みんなめちゃめちゃうまいなと思って、あの歌って結構難しいと思うんですよね。なので、踊りながら歌うっていうのももちろん難しいんですけど、今日はまあ踊ってなかったにして もうめちゃめちゃもう生歌うまくってちょっとびっくりしちゃいましたね。やっぱこんなにねみんな実力をつけてきたんだなっていうのを感じて、うん、改めて素晴らしいグループだなっていうふうに思ったし、やっぱりこの1位を取ったっていうのは、ケプラだけでもケプリアンだけでも取れていないことじゃないですか。みんなの力、本当にそのスタッフさんとか全ての力ってこうやって取ったものだと思いますんで、本当にね、胸圧だなと思ってちょっと今回ね、見させていただきました。もちろん、わだだね、今すごい流行ってて、なんかいろんなアイドルとかも踊ってますし、 これからももっともっと話題に、ね、なっていくんじゃないかなって思いますので、ちょっとケプラのね、これからも応援したいと思います。はい、そしてですね、ちょっともう一個あった。もう一個が、なんとシャオティンちゃんが公式ファンクラブブルーミングというものを開設することが決まってですね、日本での活動も本格化っていうのがね、ちょっと記事にありまして、すごくびっくりしたんですけど、シャオティンちゃん、個人がですね、オフィシャルファンクラブの ブローミングってものをね、解説するようになったらしくって、やっぱりビジュアルセンターとも称されるシャオティンちゃんは当初から話題となり、オフィシャルファンクラブではブログやメッセージメールをはじめ、シャオティンの最新情報を届けるほか、日本のファンとの交流の場を設ける予定ということで、ファンクラブの正式オープンは2月中予定しているって書いてあるので、ちょっとこれびっくりだなっていうふうに思いまして、ここはね、私全然詳しくなくって、9人で活動してるときは個人のことってやらないのかなと思ったら、こういうこともあるんだなと思って、また一つ勉 勉強になったし、ちょっとシャオティンちゃんがね好きな方はちょっとこちらのファンクラブに入ってみてはいかがでしょうかということでちょっとたくさん情報を詰め込みました。そんな感じで皆さんの今回ケプラがね中を取ったことについての感想をちょっとコメントにたくさん書いていただけたら嬉しいです。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。